どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ウクレレ初心者の方、ウクレレ全然触ったことないけど弾いてみたいなという方に、ウクレレがどんどん弾けるようにこれからなるプログラムとして、ガズレレ初心者レッスンプログラム、こういうのを動画でやろうと思うんですけど、そのまずファーストステップです。第一歩目ですね。持ち方とか、何が何だか分かんない方に向けて、詳しく説明していきますんで、ちょっと長めの動画になりますけど、途中休憩を挟みながら、やっていきましょう。では、早速始めます。さあ、ウクレレですけど、皆さん持ってますか？これウクレレっていろんな大きさがあって、これ例えばこれがね、いわゆるウクレレでソプラノサイズ。こっちコンサートサイズでちょっとこの大きさが違ったりとかするんですけど、まあまあちょっと皆さんお持ちのウクレレ、これ値段もいろいろあってね、もう3000、4000ぐらいからもう上は10万円、20万円とかあるんですけど、とにかくやっぱウクレレないとちょっと話にならないってところがありますんで、どうにかしてこう手に入れていただきたいと思います。私がこのプロデュースしてるこのガズのわがままウクレレっていうのもあるんですけど、もしよかったら後でちょっと紹介するんで、後半の最後の方でまで見てください。でね、一個だけ最初に言わせてもらうとですね、あんまりこの、安価な、要は安いウクレレを使いますと、こういうところ、これ金属なんですけど、ここがね、ギザギザしてて、弾いてる時にここ、血が出てきちゃったりする時があるんですよ、ここね。そういう時はもうヤスリで削ってこのとんがりを取るとか、まあそういうのもあるんですけど、まあ、ちょっとそういう話すると長くなっちゃうんで、とにかくまあウクレレを用意してもらって、ここがね、危険じゃないことを確認してから、始めていこうと思います。それではですね、まず、持ち方からいきましょう。持ち方、ウクレレってですね、いろいろ持ち方があります。動画、YouTube とか他の YouTube でウクレレの教えてる方とか、こう演奏してる人の動画を見ると、いろんな持ち方があるんですよ、実は。一個の典型的なやつはですね、やっぱりこのウクレレだけを持って、こういう、ここでホールドするタイプです。この肘でこう支えて、こう抱えて弾く。はい。この感じが多いというふうに思います。この持ち方っていうのは、いわゆるハワイアンスタイルっていうか、ハワイとね、ハワイアンミュージックを弾くときにの感じのスタイルなんですよね。でね、ガズレレって今私は YouTube で、動画アップロードしてるね、YouTuber でございますけど、私のガズレレのスタイルだとですね、まあ、ウクレレというか、こう、ちっちゃい便利な楽器っていうふうに捉えてるので、ギターみたいにもう考えちゃってるんですよ、もう早い話が。なんで、ウクレレの常識というのとはちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、今ご覧になってるガズレレ式ではですね、すごく気軽に、本当なんていうかな、の概念もなく、こうなんか 楽な感じで行こうと思うんで、まあいつも動画ではね、こうやって置いてます。膝の上に置いてます。でストラップをこう、私は動画撮影する時にこうやってかけてるんですけど、これかけ方は正式じゃないですからね。本当はこうかけるわけですからね。そしたら立ってもできるんで、すごくいいと思うんですけども、まあまあ今日はちょっと便宜上こうやってやって、膝の上にこうやって置いたりなんかして、弾くのがいいと思います。でちなみにさっきの ここで持つのも全然、これもねすごくいい持ち方だと思うんですけど、1点だけちょっと今のうちに言っておきましょう。将来こういうリズムが弾きたくなった時に、また結局ね、手首を自由にする弾き方に戻さないといけません。こんなビートがあるんです。16ビートというビートがあって、16ビートのチャとか言いますけど、こういうリズムあるじゃないですか。これはですね、ここで持って肘でホールドしてると弾けないんですよ。なぜかというと、手首の自由が結構奪われてるんで、このなんていうのかな、まあ、一応弾けるは弾けるんですけど、なんとなくこう、こっちに手首の自由を考えると、やっぱこう置いといたり、ストラップ、こういうストラップっていうのをつけた方が手首で自由効くかなっていう感じがするんですけど、まあ最初はですね、そういうこと置いといて、とにかく弾いて歌えるまでのファーストステップに行くための動画ですんで、今日はまあひとまず置いていただいて、やることにしましょう。はい。じゃあどんどん基本的なことを、進めていきます。それでは次のステップです。これ握り方。ここネックって言うんですけど、ここを握ってコードっていうのを押さえながら、これこっちで右手で弾いていくっていうことなんですけど、まず握り方なんですけど、私がね、いろんなもう数多くの方をウクレレレッスンしてきた時に、やっぱりいろんな押さえ方する方います。もちろんですけど、例えばこうやって押さえたりする方ですよ。こうやって。こうやって、これ、押さえられないですよって話だとか、あとなんかね、親指がなんかこんなところに来ちゃってこうやって押さえるとか、こういうのがあるんですけど、そういうのはやっぱり当然ながらみんな初めてなんで、いろんな、わかんないでしょ？じゃあ、一個のね、説明すると、これスマホがあります。スマホ。このスマホ持つときに、こう、縦で持とうとしたときに、こう持つんじゃないかなと思うんですよね。こっち側で挟んで、こっち側も挟んで、こういう風に持つ。これでいいと思います。だから、こうやって、こういうイメージを持ってください。スマホ持つときに。はい。スマホ持つときに、こうは持たないじゃない？なんか。こうは持たないし、なんか、こうは持たないじゃないですか。だから、こうやって持つね。こうやって持つ。これ。これを、ここでこうやって持つの。
これが一応基本に考えておくといいと思います。で、よく言われるのは、こう、触るんじゃないですよ。ぐっと押さえるんですからね。こういうところを押さえる。だから、こう、押さえるってことは、こう、挟んで、ぎゅっと力を入れるわけですから。こっちばっかりやって、受け手がないとダメでしょ。だから、同じように均等に押さえるとか、こう、ね、握っちゃうとか、まあ、こういうのがいいと思いますんで、ここね、まず基本的にはこういうふうに形にするのがいいかなということで、握り方、やってみましょう。で、この親指見て握った時にここから親指が出る人と出ない人がいるんですよね。そうすると出ないとなるとここにすごくスペースが空くでしょ。これクラシックフォームって言います。握るのはどっちかというとまあガズレの感覚ですよ。これロックのフォームっていうふうに思ってて、これどっちでもいいと思うんですけど、ガズさんはもともとロックギター出身なんで握っちゃうんですよ。でどうやらそのクラシックフォームでやるをおすすめしてる方もすごく多いということで、皆さんもしかしたらね、ウクレレ教室とか習ったその先生はこういう風にとかいろいろスタイルがあると思うんですけど、まあ私が思うにはですね、どっちでも楽の方でいいと思いますんで、あんまり細かいことやるとちょっとねいろいろなんか難しくなっちゃうんで、とにかく自分が楽だなと思う握り方で進めていくのをまずひとまずはおすすめしておこうと思います。この動画ですけどシリーズになっていって、この後どんどん違う曲に初心者レッスンシリーズということで繋がっていきます。そこのここ見てください。ここに全部集約されてますからね。ここを見て、次にどんどん進んでいきましょう。よろしくお願いします。ではどんどんいきますよ。はい。じゃあウクレレですけど、このウクレレって弦が4本あるでしょ。4本。はい。で、これ弦にね、数字の名前がついてます。1弦、2弦、3弦、4弦っていう風になってます。1弦っていうのはですね、こういう表現がいいと思います。地面に、地球に一番近いところが1弦です。はい。その次に2弦、3弦、4弦ですよ。ここが1弦、2弦、3弦、4弦。だ自分から見たときに一番下の弦が1弦っていう表現するんですけど、これ人によってはね、下って言ったらこっちって考える人もいるんですよ。こっちが下というふうに認識する人もいるんで、地面に近い方が1弦という表現がいいと思いますね。じゃあ これが地面に近い方が1弦、2弦、3弦、4弦。これは超基本ですから覚えておいてください。あともう一個、今のこの横の説明でしたね。弦って横だから。今度この縦に入ってる、ここの銀の棒のことフレットって言います。このフレットの説明、こっちから1フレット、2フレット、3フレット、4フレット、5フレットってなっていきます。こっちから、ここが1フレットですよ。1フレット、2フレット、3フレット、4フレット。こういう風に説明するんですけど、フレットと弦。はい、縦と横。これを、まあ、覚えておいてください。じゃあ、ゲームですけど、1弦の1フレットを押さえてくださいって言ったら皆さんね、何も知らない方、こうなりますね。一弦の一フレットってこうなるでしょう。はい。ここ一フレットだったから一弦のね。はい。これブーブーです。これね、フレットの関係って面白くて、一フレットあるじゃないですか。これ銀の棒が境になってて、ここのエリアのこと言うんですよ。ここが一フレットのスペースです。二フレットのスペース。もっとガズレレ的言い方すると、ここは一フレットのお部屋。ここ2フレットのお部屋、3フレットのお部屋です。で、お部屋の中に指を入れないと、ちゃんと音が鳴らないんですよ。ちなみに1弦の1フレットって言ったらここを押さえます。はい。ね。で、お部屋の中に入れとかないと、ちょっと外れちゃうと音がもう綺麗に出ません。じゃあね、1弦の3フレットってどこでしょう？さあ、皆さんわかるかな？答えは、1弦ってここだから、1弦の1、2、3フレット、ここなんですよね。ここって押さえます。はい。ここもちゃんとお部屋の中に指を押さえておいてください。ちょっとはみ出しちゃうと綺麗に音が出ません。ちょっと実験してみましょう。今1弦の3フレット押さえて音出しますよ。綺麗に出てますね。ちょっとだけどっちかにずらすと、もう音がプツって切れるでしょ？ちゃんとお部屋の中にこの指をね、綺麗に押さないとかないとダメで、ちょっとでもはみ出しちゃうと綺麗な音出ますので、ここ覚えておいてください。ここ結構大事なとこです。はい。で、こっからですね、じゃあコードをちょっといくつか覚えていこうと思うんですけど、その前にめちゃ大事なのがチューニングです。ここをくるくるして、音を合わせる。調弦ですね。チューニング。これはですね、ウクレレやる上ではチューニングが合ってないと正確なとこを押さえてても全然トンチンカンになっちゃうんで、まず全部このチューニングが合ってるっていう前提でこれから進めていくんですけど、チューニングの動画だけでももうすごくね、奥が深い動画になりますんで、以前ガズがチューニングの動画をめっぽう世界一詳しく解説してる動画、ここでリンク貼っておきますんで、まずこうチューニングはここの動画でマスターしてください。その次として、今このステップというふうに、しておりますんで、お願いいたします。では一応確認で、今からこのウクレレ音を鳴らしていくんで、皆さんのウクレレと同じ音なのか、チューニング狂ってなんか確認していきましょう。まず4弦から、今度は自分に一番近い方、4弦から、G です、G。OK? その次、3弦は C です。どうかな？合ってるかな？ C。次2弦は E。
次、一弦、一番下、地面に近い弦、A です。で、はい。これ、4弦からね、今順番に弾いたんですけど、でん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 っていうメロディー。花子さんですよ。はい。こうやって覚えていくといいと思うんですけど、まあ、このチューニング合ってるということを確認します。したらですね、どんどん次コードを覚えていきます。ガズレレでもよく出てくるんですけど、こういう表が出てくるんですよ。これコードダイアグラムとかいうね、専門用語がありますけど、なんのこっちゃですね。最初生まれて初めてこの表を見た人はなんだこれと思うじゃないですか。これはですね、こっちが1弦です。2弦です。3弦です。4弦です。1フレット、2フレット、3フレットって言われてもちょっと、ってなるじゃないですか。いいですか？今から説明していきます。まずこのウクレレ、こういう風に見ます。いいですか？いいですか？いいですか？ちょっとここ置けるかな？置いた！ここ置きましたよ。ね。して、こうやってちょっと対応させてみると、わかるかな？ここが、ここね。ここ。で、1フレット、2フレットだから、この黒いところを押さえてくれっていう指示なんですよ。そうするとね、ここになります。ここ。この表と比べて意味わかりますか？はい。こういう風に見るんですよ、このコード表っていうのは。で、皆さん、この表をね、皆さんの日常の中でどう見るかっていうことは、一応ここがね、大事でございまして。これ、こういう表があるでしょ？じゃあ、ここにこうテーブルとか置くじゃないですか、このようにね。そして、いざじゃあ自分でこれ見て弾こうと思うときに、ここポイントです。ウクレレをこうやって置いてみてくださいね。机の、これが机だとすると、机の上にこの向きで置くと、これが一緒になるけども、思わずこうやって見てると、こういう風に見ちゃうんですよ。意味わかります？こういう風に見ちゃうと、今の表がここになっちゃうから、こういう風に見ちゃダメですよ。上に置いてみてください。机の上にこの表を置いたら、その上にこういう風に置くと、今みたいに見れるわけでございます。はい。だから、こうね。ここで言うと、ここになるんだけど、こう見てしまって反対になってしまうわけですから。ここがキーポイントでございます。それが分かったら、それじゃあ C、このコード表を見ながら押さえてみましょう。1弦の3番目だろ、ここですね。ここで注意点があるんですけど、これ、一応指、左の指、単等性にしてます。1フレットは人差し指、2フレットは中指、3フレット薬指だから、1弦の3フレットは薬指がいいんじゃないかなっていうことで、はい、薬指で押さえていきましょう。3番目だからね。それで、弾く。じゃあ、どこを弾きましょうか。今度は右手の話になります。右手はですね、今回は初心者、もう本当に触ったことない方の向けですんで、親指がいいと思うんですけど、ちょっとまだいいや。親指で弾きましょう。1弦から4弦まで全部弾きます。こう。響きを確認してください。で、よくあるのは、こういう風に1弦まで届いてないっていう人すごく多いんで、1弦までしっかり弾く。ここのね、ここまでこう、置く感じでいいんですよ。弾く位置、次です。弾く位置は、ここら辺が一番いいと思います。ギターみたいなイメージだとこの辺がいいように思うじゃないですか。案外ここなんですよ。でね、イメージとして、こっからここで白いところから弦が出てて、この白いところってこう、あるんですよ。この真ん中あたりがさ、いい音すんの、柔らかい音すんの。じゃあもう一回 C 押さえて、もう一回弾きますよ。はい。この辺、弾く位置この辺がいいと覚えておいてください。で、このガズのウクレレだと、ここちょうどフレットがついてなくて弾きやすいところになってるんで、すごく調子がいいんですけど、一応じゃあ皆さん聞いてみようか。こっちから弾く位置をだんだん近づけていく。音全然変わってきます。いきますよ。こっちはね、硬い音します。なんか硬い。だんだん柔らかい。急に柔らかくなってきて。ここを超えると急にこう、マイルドになってくる。こういうところで弾く位置でもちょっと音を変えたりしてます。こっちだとちょっと激しい音で、こっち行くと柔らかくなってくるというイメージ。で、この辺が一番いいなということでございまして。で、ここで一個、今日は今親指で進めていこうと思うんですけど、子供たち、キッズの場合は、もしキッズで始めるとき、大体ね、子供ってここの指のね、皮膚がまだね、柔らかいんで、豆ができたりね、しちゃうことがすごく多いんで、キッズの場合は、もう爪とか、なんかピックみたいなもうね、なんかプラスチックのこういうものでもいいと思うし、フェルトとかで柔らかいものでもいいと思うんですけど、こうやって弾いてみるとか、指がとにかく痛くならないように気をつけてください。爪でもいいですしね、こうやって。はい。ね、キッズの場合はちょっとこの豆ができないように注意してくださいね。あと、ここのさっきも言ったんですけど、フレットに、こう、ギザギザしてると、そこで怪我する恐れもありますね。そこを注意してくださいね。で、今回はまあ、親指で基本的には進めていくって説明します。じゃあ、これ C です。覚えました？ C の覚え方、教えます。下、1本。
下一本です。自分の手を見てくださいね。そうするとね、一番下の弦は一本指です。だから下一本っていうふうに、こういうふうにコードを覚えるの超ポイントになります。下一本ですよ、C は。もう覚えたでしょ？一弦の3番目。OK？ じゃあ次、どんどん行きましょう。はい、そういうわけで、ここまで1弦、2弦、3弦、4弦とフレットの関係と、表の見方をちょっとマスターしてきたんですけど、じゃあ、こっから進んでいきますよ。今日はコードを覚えてもらいます。3つです。コード3つ。これは音楽の超基本。ロックとかそういうことに関してもそうなんですけど、まあ、とにかくこの3つを超基本に覚えておいてください。3つ。で、皆さん、朗報があります。今もうさっきやった C っていうコードはそのうちの1個ですから、あと2個覚えるだけですよ。これはテンション上がってきましたね。じゃあ、どんどん見ていきましょう。はい。一応、もう一回おさらいだけど、C ってこれだったね。C。これ C ね。ちょっともう一回確認する。C っていうのは、ここですよ、ここ。ね。ここ、ここ。ここでシンクロしてるでしょ。はい。じゃあ次、この F ってやついきましょう。F。これはもうみんな大体見当つくよね。F はね。よし、ちょっとやってみましょうか。F っていうのは、じゃあここに、また表を出しますけれども、ここと、ここの二つですね。ここと、ここの二つです。こういうふうに押さえます。はい。これね、F ね、二つ押さえるでしょ。ちょっと難しいと思うじゃないですか。まあ一応言っとくと、1フレットだから人差し指をここね、2弦の1番目1フレットを、4弦の2フレットを、これは2フレットだから、この中指がいいね。こうやって押さえるじゃないですか。で、弾きます。いい音でしょ。おさらい。じゃあ C はどうだ ?C。さっきのここですからね。ここ。1弦の3フレット。はい。じゃあ、今習ってる F いきます。こことここでここ。で、ここ F って見たら簡単かなと思うけれども、皆さん弾いてみたらきっとね、ちょっと難しい。これ F は難しいんですよ。ちょっとよく見ててください。これね、さっき F 見せたでしょ。これ C もそうなんですけど、黒いところ押さえてますよね。で、ここ押さえてない。ここも、こことここ、2弦の1フレットと4弦の2フレット押さえてるんだけど、ここ押さえてないじゃないですか。この押さえてないところの音も出てるわけです。はい。ここでご注目。見てください。F を押さえるときって、気をつけないとですね、この指の腹が下の弦に当たっちゃうんですよ。こういうふうに倒れてるとね。わかる？そうすると、触っちゃうとどうなるか、こういう音になっちゃう。なんか、音止まっちゃうでしょ。これは、この上の弦の腹が下に当たってんですよね。これ見える？こういう風になっちゃってんだよね。だから指をね、立てないといけないんですよ。F の時。はい。これがポイントです。じゃあどうしたら F の時指立てられるかって言ったら、ここの骨あるじゃないですか。ここの骨。ここよ。この骨を、ぐっと前に出すんだよね。ぐっと前に出す。そういう意味でよくね、ギターとかがグレで弾くときは爪を切った方がいいっていうのは、ここを言ってるわけで、立てたときに爪が当たっちゃうんですよね。なんだけど、私がね、見る限りね、女性で結構マニキュアしてる方も、角度をこうでうまく変えたりして、そんなに爪短くなくても結構弾けるとは思うんですけど、まあ、どっちにしても寝てるとね、音が、残念な感じになっちゃう。まあ、でも最初のうちはこれでもいいと思いますけど、ね、できてる気分の方が大事なんで、とにかく指立てるのが大事でございます。で、握ってる人、さっきの親指の話だけど、握ってる人も人差し指も、どっちにしても指立ってるのがいいんで、はい。これ F、要注意です。じゃあ F の覚え方いきましょう。これはですね、F の覚え方いきますよ。ドン！斜め！ F と言ったら斜めです。何斜めって思うでしょ？見てください。F ってここと、ここを押さえるじゃないですか。そうすると、こういうふうに、こことここの2本のイメージを持つんです。自分の方に向かってくるで、斜めのイメージ、斜めの線が通るっていうことで F は、こういうふうに、F は斜めっていうふうに考えていくのがいいと思います。これ書いてあるじゃん。斜め。斜めじゃん。こういうふうに。はい。こうやってコードを覚えるときに、このキャラクターで覚えるのがいいの。下一本。斜めとか言って、そんな覚え方がね、まず最初はいいと思います。まずね、コードってなかなか覚えられないからね。で、あ、そうだ、これ一応言っとくって、これ隠しがあるでしょ。これも後で解説しますけど。まあ今、3つコード、3コード、この3つ覚えていきます。じゃあ、F 覚えたということで、じゃあ次 G7 いきます。これが一番ちょっと難しいよ、これ。この中で一番難しい。じゃあ一応確認すると、こういう風に見るわけですからね。これちょっとできるかな。まず、ここね。こことここでしょ？はい。OK。どうやって押さえるか。これがね、なかなか奥が深い。あ、そう。これも言うといいね。今 F やったでしょ？ 1 個前に F。ここのピンクのところと G7 のこのピンクのところって位置一緒でしょ？ 2 弦の1フレット同士。ここがすごく
役立つんで覚えておいておくといいですね。人差し指です、これ左手の。はい。じゃあ今のピンクで表記したとか、ここですからね、ここ。はい。で、F はここだったでしょ。次 G7 は、ここになりますね。はい。で、問題。次大問題が起こります。これ今見てもらうとわかるけど、この一番下ってここじゃないですか。要はつまりこことこことここ押さえたいわけでしょ。今こうやって押さえてますよね。1フレットだから人差し指、2フレットだから、中指。じゃあ、ここどうすんのって、これ2フレットだから中指2本ないしってなるじゃないですか。そういう時はしょうがないから薬指使うんですけど、見てて。この指をね、ここに入れようと思うわけじゃん。全然場所なくないですか、これ。あれなんで入んないのって思うでしょ。はい。ここ。ここから面白いんで見ておいてください。ここの骨見てて、ここ。ここの手のこの部分見ててください。あと、ここ、ウクレレのこのヘッドの部分あるんですけど、これのね、距離を縮めるんですよ。つまり、こう、ひねる。ひねると見て、場所できちゃった、ここに。ここに落とし込めばいいわけですね。はい。最初、この角度でここ入んないからね、ここだからね。クッと入れると、ほら、場所ができた。場所が空いた。ここで場所を作ってから入れます。はい。これが G7 ということです。つまり、こことここの3つだから、手首をちょっと斜めにする。これがポイントです。はい。で、G7 の覚え方。これもまたね、シンプルでいいんですよ。こことこことここ3つ押さえてるから、三角形です。正三角形って覚えてください。G7 と言ったらもう正三角形。もうイメージしてくださいよ。下一本と斜めと三角形。素晴らしいでしょ。もう一回確認。下一本と斜めと三角形。はい。この三つをまず、もうこれだけやっとけばいいですよ、初日は。C と F と G7、この三つ、とにかく覚えましょう。はい。おめでとうございます。この三つを覚えた暁にはですね、ズバリ言いましょう。3万曲ぐらいもう弾きますね、世の中の曲は。やったー、おめでとうございます。だからとにかくこれだけも超基本で、覚えてくださいね。いいですか。はい。ここまでで第一ステップはかなりいいんですけど、おまけです。今日はコード3つ覚えればいいって言ったんですけれども、特別大サービスで、もう1個だけおまけで覚えましょう。いいですか、用意はいいですか。はい。それがこの隠しになってたわけでございます。いいですか、剥がしますよ。ペリッ。はい。これはどうやって読むかというと、小文字の A、M で、A マイナーと呼びます。はい。A マイナー。これはね、簡単です。はい。ちょっと一応確認。こうやって見るでしょ？どこだ、どこだってなった時に、ここですよね、ここ。ここね、A マイナー。はい。やってみましょう。上だから、こう、2番目だからね。ここの、中指がいいですよ。中指を押さえて、これもさっきの F と同じで、寝ちゃうとね、倒れちゃうと音がストップしてから。ほらね、ちゃんと立てて、はい。A マイナーです。はい。簡単でしょ、これ。これ覚え方、もう皆さん想像できるよね。はい、言ってね。せーの。ね、せーの。上一本ですよね。だって C が下一本だったから、今度は A マイナーは上一本です。はい。これで、4つコードが出揃いました。まず下一本、斜め、三角形、上一本です。はい。で、これ、4つ最初から教えてくれればいいじゃん。なんで3つだったのっていう話なんですけど、これはですね、心理学が働いておりますよ、皆さん。人間って、まだね、やったことない未知のものをね、なんかやろうと思うときに、3つまで、3つのものだったら、なんとか自分にもね、できるんじゃないかっていうふうに思うらしいです。でも4つをね、最初に言われると4つとかもう無理ってなるらしいんで、それを応用しておりましてですね、まず3つを基本に考えてください。だから今日ね、どういうふうに考えればいいかというと、3つの基本コードプラス1個新しいコードを覚えたというふうに頭の整理していきます。とにかく3つが基本です。わかりやすいでしょ。それでは A マイナーっていうのは今日特別ボーナスでもらった1個覚えたコードだっていうふうに覚えておくといいです。だって押さえるのは簡単でしょ。ここ上1本だから。はい。それをじゃあ、まず認識してもらって、まあ今日はコードを3プラス1、4つを使って、まず入門コードをやっていこうと思います。はい、じゃあ次のステップ入っていきます。ガズレレではですね、YouTube ではね、こんな感じで、出るんですよ。はい。ちょっとこれ見てください。これ、ワンブロック、ブロックが分かれてるでしょ？これ紙に書くと、今、YouTube で出てるテロップはこんな感じで出てると思うんですけど、これ紙に書いたときはこういう風に表記してるんですよ。ちなみにここに、ガズの出してる本、これ、立東ミュージック社から出てる本ですけど、ここに出てる楽譜もこういう風に、
こう、4つのブロックに分かれているっていうふうに、こういうふうになってるんですよ。これ、どういうふうに見るか、ちょっと説明しますね。はい、もうここにズバリ書いたんですけど、ワンブロックに何があっても4回引く。これ覚えておいてください。で、これと、この書き方とこの書き方と一緒ですからね。これで1、2、3、4で引きます。じゃあ、こういう時どうするか。F と G7、2個書いてあるよっていう時は、2回ずつ引いて合計4回になればいいですよね。そうするとこれね、C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 、F、F、G7、G7 となります。これをちょっとじゃあ、テロップに書いて、ゆっくりね、一緒にやってみよう。コード覚えてるかな？まあ、一応テロップ、コード表を出しておきますけどね。ゆっくりやってみましょう。1, 2, 3, 4, C, 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 F, F, G7, G7。 もう一回 C, 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 F, F, G7, G7。 多分だけど今日初めて触った人は今のこのスピードでも追いつけないですよね。ここでちょっと面白いことを皆さんにお伝えしようと思います。まずですね、こういう風にまあ楽譜がまあ出るわけですけれども、これ C, 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 C ってこうやって進んでいくでしょ。ここね、面白いこと言いますよ。自分が今弾いてるところを見てるんじゃなくて、ちょっと先を見てくださいね。そうしないと、次ここに、C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 、あれってなっちゃうじゃないですか。だから、C、C、C、あ、次も C だな、C、C、C、次も F だな、という感じで、今弾いてるところの一個前を見ながらやんないと、タイミングに追いつきませんからね。で、あともう一個、ここ、すごい大事ね。じゃあ次、F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 、G、7やって、次ね、あれないじゃんじゃなくて次はここですからね。それは分かってるよって。今の半分冗談ですからね。つまり、ちょっと先を読みながらやるのがポイントになります。だから、今弾いてるところの次のブロックを見ながら、横目で眺めながら行かないと、時間に追いついてこれませんのでね。で、本日はですね、一曲、フレーズ、ワンフレーズを使って、このどんな感じかを体験してもらおうと思うんですけど、ガズが出している、出版している、ガズがっていうか、リットミュージック社から出ている、この、簡単ウクレレ教室ってこれ、私ですからね。この大ベストセラー本の103ページの楽譜があるんですけど、今日もテロップは出しますけれども、日曜日よりの死者という曲でやってみようと思います。今じゃテロップ出てますね。やってみますよ。1、2、3、4、C、C、C。2ブロック目、C、C。次は F が来ますよ。F が来るよ。はい、来た。F が来て、はい、次 G7 だから三角形。はい。早いでしょ、これでも。もうちょっとゆっくりやってみるか。ワン、ツー、はい、C 押さえて、はい。1、2、3。次のブロックも C だから、そのまんま。C、C。次は F が来るよ。ちょっとなんかこう用意して、心の準備を置いて、P、F に行って。はい、次 G7 だよ、三角形。こういう風に進んでいきます。で、これで歌うわけですよ。ちょっと、じゃあデモ演奏よ。シャララーラ、シャララーラーラ。シャララララ、シャララララ。ほら、もうこれでできちゃうわけです。つまりね、コードを弾いて歌を歌う。これでもう That's all です。サザンオールスターズの桑田さんもミスターチルドレンもビートルズも、もう誰でも彼でもこれをやってるんですよ。ほら皆さん、もうそこの仲間入りできたということでございます。はい。そこで今のやつちょっとね、分析してみましょう。C はいいじゃない？次 F じゃないですか。C から F に行くときどうしたらいいか、どういうマインドでいいかって言ったら、F が来るぞっていうときにちょっともう事前にこう待ち構えてるわけですよね。ストーリーを表現しますよ。シャララ C ですよ。もう一回 C。次のブロックも C です。次 F が来るぞっていうときにもうここで待ってるわけ。ここで。で、F が来た瞬間にパッと置くじゃないですか。その次が面白いです。次 F から G7 ですよね。F から G7。さっきの表を見てもらいたいんですけど、F から G7 に行くときにすごく役立つことがあってですね。ここのピンクのところ、指一緒でしょ？で、ここはね、離さないんですよ、もう。じゃあもう一回、C、C、C で言ったでしょ？次 F はこうパッと置いたら、次、G7 はですね、この指離さずに、ここを中心に G7 だから次はね、こう回転させる感じ？そうすると回転すると、この指は勝手についてきて一個下に降りてきて、そしてここの狭いところに指が入ると。F から G7 に行くときに、ここを中心にくるっと回転させるわけ。これ面白いでしょ。C、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 もう一回 C、C。次 F 来るよ。F の準備。押さえたら、次は人差し指離さずにここで回転。F から回転。これ、ものすごく多いパターンなんで覚えておきましょう。はい。じゃあもう一回最初からゆっくり。ワン、ツー、スリー。シャララーラ、シャララーラ、C、
次 F が来るよ、用意して、はい、ラー、次 G7 は人差し指そのまま残してひねって三角に、はい、じゃあ後半いきます。次のブロックこうです。シャラララ、もう一回 C、 もう一回 C、 はい、次これやばいでしょ。ワンブロックに F と G7 2個って書いてあるから2つずつ弾いて合計4つにします。F、F、G7、G7、C、C、C。これで、あの有名なフレーズ完成です。最初から行きましょう。ワン、ツー、スリー。シャララーラ、シャララー、2番目ですよ。はい、次 F が来るよ。シャララーラ、次三角形。ラーラー、人差し指は離しちゃダメですよ。次2行目、はい、C です。C、C。シャララーラー。はい、次早いよ。次、F からすぐ G7。三角形ひねって、シーシーシー。これをですね、今出てるやつ、メモって、メモってね、あの自分で、ゆっくりでいいんで自分一人で、もう覚えて練習してください。これをひたすらやるといいです。はい、これですね。シャラララ、シャラララララ、シャラララ、シャラララララ、シャラララ、シャラララララ、シャララ、シャラララララ。はい。これ、メモって、どんどんやりましょう。こういうことの積み重ねで音楽を伸ばしていきます。じゃあ、ここから、そこまでが分かった。OK ですね。確認できましたね。ない。何やればいいか、今分かったと思うんですけど、ここから大切なこと、さらに大切なことを言います。まず、第一点。一緒に、歌ってください。歌と一緒にやる。これが大事でございます。歌と一緒どころか、本来は歌がメインですからね。歌がメインで、こっち伴奏ですから言っておきますけどね。それを忘れてはいけません。そうしないと、これ弾いてるだけで何の曲やってるかさっぱりわかんないでしょ。やっぱ歌うわけですよ。シャララーラ、シャララーラ、シャララーラ、シャララ、できれば体も揺らす。シャララーラ、今は多分それどころじゃないと思うけど、シャララ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 、そうやって感情もどんどん込めていけるとさらに楽しくなります。なんて歌、どんだけまず始めたばっかでウクレレをドヘタッピーで全然ダメでも声に出して一緒にやるっていうのがいいんですよ。あともう一個いきますよ。シャララララじゃないですか。シャララでしょ。シャララララっていう この歌のタイミングと弾くタイミングがずれてるでしょ。これが脳トレになってるわけ。いきますよ。もしね、歌とこれ合わせたら、シャララーラ、シャララララ、シャララーラ、シャララララ。これだとね、全然面白くない。やっぱ違うリズムが一緒になるから、いいわけ。男性と女性が違うキャラクターが一緒になるから、こう幸せになれる。それと近いと思います。もう一回聞いててね、シャララーラ、シャララララ、違うでしょ？シャララーラ、シャララララ、シャララーラ、シャララ、こういうこと。これを楽しんでください。今はとりあえず、この最初のレッスンとしてこの曲を選んだのは、シャララだから、言葉をこう考える必要はないかなってことですごいアドバンテージがあると思ってやったんですけど、これから、このシリーズ、今もう YouTube、ガズレレ YouTube チャンネル、1000曲を超えてますから、ウクレレ簡単レッスン動画にアレンジしてる曲、1000曲を超えてるんですよ。これからこれをひたすらやって、どんどん自分の音楽をこう高めていきましょう。で、やっぱ ただ歌うってんじゃなく、感情を込めて、あと体でグルーブを、乗せて、本当にこう気持ちよくなれるように、やっぱ自分の音楽を楽しめるようになるのが一応目標でございます。気持ちよくできる。人生にこう音楽が一緒にこう、あるような。それが目標でございます。あとじゃあもう一個、ポイントを言うとですね、気になった曲、YouTube 他にもいっぱい曲があるんですけど、どんどん自分で書いていくのをおすすめしますね。自分だけがわかるノート。ガズも画面の中でノート見せたりする時もありますんで、それをやってください。あとね、最後に一点これを言っておきたいんですけど、今 YouTube 見てるでしょ。 YouTube のコードテロップ一緒に見ながらやるのもちろんいいよ。最初のね、うちはこういう本見ながら、この楽譜見ながらもちろんやるしかないんですけど、ちょっと慣れたら楽譜からなるべく目を離してください。そうしないと何が起こるか。このままね、それを知らないまま1年も2年もやってたら、例えばこれ楽譜見てるでしょ。こうやって家で見てるじゃないですか。そうするとですね、こうなってんですよ。シャララララシャララ、これつまんなそうだよね。音楽やるんだったらこうやりたくない？シャラララ、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 こうやって。
ってやりたいじゃないですか。それを目指しましょう。この楽譜を見て、こう、釘付けになって、なんていうのかね、なんていうのかね、そういうのはね、字読んでるだけですからね。音楽っていうのはやっぱフィーリングを出すっていうことですから。ある程度慣れてきたら、覚えられますからね、大好きな曲だったら。まあ、覚えられる秘訣も、こういうところに YouTube でもどんどん秘訣をね、公開してますけれども。とにかくそういうことを、いずれやるんだっていうふうに、今の段階で思っておくのがすごい大事だと思いますよ。はい。決まったことをできるということがゴールじゃないです。楽しく自分なりの音楽をこう、アウトプットできて、こう、音楽のある日常を、手に入れるというか、そんなのがいいと思うんでね、そこはやっぱりゴールにしといた方がいいと思うんで、豊かに音楽やりましょう。そんなことでおさらいとして、超ゆっくり、日曜日よりの死者のシャララのところをやりたいと思います。いきます。ワン、ツー、スリー。シャララシャララ。シャララララ、シャララララ、繰り返しでしょ。ラララララ、シャララララ、シャララ、シャララララ。じゃがじゃん。はい。今日ここまでできたら、あとはひたすらずっと繰り返して、頭と体に覚え込ませましょう。音楽は聞くんじゃない、やる方が楽しいですよ。ものすげえ勢いで味わってくださいね。よろしく。このガズレレ .com、ガズレのホームページで YouTube を見たりとかするの、まあ曲検索とか、YouTube で曲検索するより、このガズレレ .com で曲を、調べたりとか探したりとか、探してくれても、間違いなく見やすいんで、まずこれお気に入り登録っていうかブックマークしていただいて、ここで最新情報もいつも公開してますからね。あとこうキャップだとか T シャツだとかね、もうこのストラップだとか、ここについてる水引とかグッズもすごくいっぱいありますんで、お楽しみグッズもたくさんあります。やっぱりね、もうライフスタイルですから音楽って。これから携帯できる iPod とかウォークマンみたいに音楽楽器を持ち運べるっていう価値もありますから、そういう意味でウクレレは新しいです。そしてね、モテます。モテるっていうのはね、異性にモテるわけじゃなくて、子供にもおじいちゃんにもおばあちゃんにもね、あらゆる世代にこう一緒に巻き込み型の楽器なんで、皆さんもどんどん大いにウクレレも外に持って行ったりとか、いろんなパーティーとか弾いたりとかやってください。そうするとね、もうすぐ教えられるし、音楽が向こうにあったものがこっち側にどんどん来るようなイメージが、味わえると思うんで、ガズレレスタイル楽しんでやっていきましょう。この動画ですけど、シリーズになっていって、この後どんどん違う曲に、初心者レッスンシリーズということで繋がっていきます。そこの、ここ見てください。ここに全部集約されてますからね。ここを見て、次にどんどん進んでいきましょう。楽しく音楽やりましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。